はい、それでは第12回目のデータ解析の講義を始めます。今回はクラスタリングの経平均法について学びます。はい、ここまでが前回の課題の解答例でした。本日の講義では、クラスター分析について学んでいきます。まずクラスター分析とは何かというのを見ていきたいと思います。まずクラスターとは、類似のデータ点のグループのことを言います。そしてクラスタリングは、データを類似度に基づき分割し、クラスターを作ることを言います。例えば、二次元座標系にこのように複数のデータ点が分布していたとします。このデータに対してクラスタリングでは、点同士の類似度に基づき、類似度が高いものをまとめたクラスターをこのように作成します。クラスター分析の目的というのは、データのクラスター構造に基づきデータを要約することと、応用に合わせてクラスターごとに異なる処理を適用するなどがあります。それではクラスター分析の応用例を見ていきたいと思います。ここではクレジットカードの顧客の特性に合わせたダイレクトメールの配信の例を紹介したいと思います。皆さんの中にはキャッシュレス決済としまして、クレジットカードやコード決済を用いている方が多いかと思います。皆さんが日々購入する商品のデータは、皆さんの顧客 ID に紐付けられて、クレジット及びコード決済の会社は集めています。そのような顧客データは、クレジット、カード及びコード決済の会社にて分析され、そして新たなビジネスの展開やサービスの改善などに利用されています。その一つの例としましては、クラスター分析を行い、顧客をさまざまな属性、性別や年齢、そして消費傾向を基準に、いくつかのグループに分割するというアプローチが取られています。つまり、クラスター分析により、顧客を例えば高級品志向型や流行追求型、低関心型、保守型などの消費行動に関するグループに分割します。そしてそれぞれの消費行動のニーズに合わせたダイレクトメールを配信するということをやっています。例えば高級品志向型の人にはブランドもののダイレクトメールを送ったり、流行追求型の人には海外で流行り始めている商品を紹介したりなど、さまざまなそのビジネスの方策に合わせて各グループのに対するダイレクトメールを配信するということをやっています。次にクラスタリング手法の種類についてです。さまざまな手法がありますが、主に階層的手法と非階層的手法に分けることができます。階層的手法というのは、似ているデータ点を段階的にまとめていくクラスタリング手法です。その代表的な手法には、ここにありますように、最短距離法、最長距離法、群平均法などがあります。一方、非階層的手法では、似ているデータ点が同じクラスターに所属するようにデータ全体を分割するというアプローチをとります。
その代表的な方法としましては、経平均法やガウス混合法などがあります。本日の講義では、この非階層的手法の経平均法について学んでいきます。その前に、階層的手法については簡単に概要だけ説明したいと思います。階層的手法は先ほども述べましたが、似ているデータ点を段階的にまとめていく手法です。例えば9個のデータ点があったとします。これらのデータ点は似たものが似たような色で表されているとします。階層的手法はこれらのデータ点を局所的に似ているもの同士をまとめます。例えば左の3つ、真ん中の3つ、右の3つなどはそれぞれ似ていますので、それぞれのグループにまとめます。そして次に、2階層目以降は、このまとめられたクラスター同士を比較して似ているものを統合するというのを繰り返していきます。例えば左の2つのクラスターは似ているのでまとめます。このように、データからクラスター、そしてクラスターをさらに段階的にまとめていくことにのが階層的手法の特徴となっています。さて、その階層的手法のメリットについて紹介したいと思います。1つ目は、この上の図のように階層図を描くことができます。従いまして、直感的に人間が理解しやすいというメリットがあります。次に、さまざまな粒度のクラスターが作ることができます。例えば、1階層目の結果を見た場合は、3つのクラスターに分割した場合の結果を見ることができて、そして2階層目まで進めると、2つのクラスターに分割した場合の結果が見えます。このように各階層ごとに異なる粒度、細かいところから粗いところまで異なる粒度でクラスタリング結果が得られるというメリットがあります。しかしながらデメリットとしましては、すべてのデータ点およびクラスターの組み合わせに対して類似度を計算する必要があるため、計算コストが大きいという問題があります。従いまして、例えばクレジットカードやキャッシュなどのキャッシュレス決済の膨大な顧客のデータに対しては利用困難な場合があります。それでは本日最初の演習問題に行きたいと思います。まず最初に、いつものように各自のノートの一番上にこれらの情報を必ず書いてください。演習問題1では、次の4つの分析手法について、学習の種類、概要、そして必要なデータについて述べてください。はい、それでは非階層的手法の代表的な経平均法について学んでいきます。経平均法は英語では経ミンズ法と呼ばれていまして、非階層クラスタリングの代表的な手法です。特に理由がなければ、データがあればまず最初に試す分析手法の一つです。クラスタリングだけでなく、さまざまな分析手法の中でも代表的な手法でして、まず最初に試す方法の一つかと思います。経平均法は1967年にジェームズ・マック・クイーンという方によって経平均法と命名されました。英語では経ミンズ法ですね。その前からもこの経平均法に似た考え方をする方法はある程度いくつか存在していたんですが、その
方法をまとめて論文にして、経営平均法って名前を付けたのが、この1967年の、このジェームズ・マッククイーンさんによる論文です。なぜ経営平均法と呼ばれているのかというと、クラスターの平均。クラスターというのは、複数のデータを、持つデータの集合ですので、そのデータ10の集合の平均値を用いて、あらかじめ決められた稽古のクラスターにデータを分割するため、その稽古のクラスターを平均を用いて作るという意味から経平均法と命名されています。そして経平均法は教師なし学習ですので、学習データは DTR はこのように入力ベクトル XI の集合として定義されます。まあ、ここでは N 個の XI のベクトルの集合として定義されています。なお、各ベクトル XI はこのように各要素にそれぞれの種類の変数の値を持つ D 次元の実数値ベクトルとします。そして準備としましては、分割したいクラスター数を決めます。まあ、クラスター数は K を用いて表します。経平均法には、これまで説明してきた回帰分析、主成分分析、因子分析のような理論的な数学的な動質は必要ありません。経平均法は非常にシンプルな方法となっています。したがいまして、今回は早速経平均法の手順を説明したいと思います。まず、ステップ1としまして、稽古のデータ点をクラスターの中心 CJ として選択します。ここでは右の上のような数学の得点 X1 と英語の得点 X2 に関する、まあ、2次元のデータに対してクラスター数を K イコール2に設定して経平均法をかけた例を紹介していきます。この2次元のデータというのは、このように横軸に数学 X1、縦軸に X2 を、英語 X2 を取った場合に分布しています。各点というのは、各学生のデータ点に対応していまして、例えば G 番目の学生の英語の得点と数学の得点をベクトルの要素として格納しています。そしてステップ1では、この10個のデータ点の中からランダムにクラスター数 K と同じ数だけの点をクラスター中心として選択します。例えばここではこのように B と F がランダムに選択されたとします。そしてこのように赤い丸の C1、 そして青い丸の C2 をクラスター1とクラスター2の中心として選択したとします。次にステップ2としまして、すべての点 XI と K 個のクラスター中心 CJ 間の距離を計算します。つまりここでは、すべての点 XI というのは A から G まで10個あります。この黒い点に対応しています。それらの点と2個のクラスター中心、つまり赤い丸の C1 と青い丸の C2
との距離を計算します。つまり 10×2 で20個の距離を計算します。距離としましては、ここではデータ点 XI とクラスター中心 CJ との距離をこのように DJI と表します。下付きの右下付きのインデックス J はクラスターのインデックス、そして右上のインデックス I はデータのインデックスに対応します。で、この DJI はこのようにベクトルを用いた距離計算、これは第1回目のベクトルの復習で出てきた式と同じですが、ベクトル2つのベクトル間の差を計算して、そして L2 ノルムの事乗を計算することにより、この距離 DJI を計算しています。はい、それでは演習2としまして、各データ点とクラスター中心間の距離の計算をしてください。問1では、クラスター中心が C1=14、 C2=44 だとします。その場合のクラスター中心と各データ点の距離 DJI をそれぞれ計算してください。この数学と英語の得点の下に2行追加しまして、各学生 A から J までのクラスター中心 C1 との距離、 C2 との距離を計算して書いてください。次、問2としましては、各データ点を距離が最初のクラスターに割り当ててください。問1で計算したクラスター中心 C1 と C2 との距離を比較して、小さい方を選択して、そのクラスの番号をさらにこの下の行に書いてください。はい、それでは経営平均法の手順の続きを見ていきます。次、ステップ3ですが、各データ点を最も近いクラスターに割り当てるということです。これは皆さんに先ほど演習問題2の問い2でやってもらったことと同じです。それを図で表しますとこのようになっていまして、データ点 A、B、C はクラスター中心 C2 よりも C1 の方が近いため、距離が小さいため、クラスター C1 に割り当てています。クラスター C1 に属しているデータはここで赤色で表しています。一方、それ以外のデータ点、D、J、F、E、H、I、G は、クラスター C1 よりもクラスター C2 の中心の方が近いため、クラスター C2 に割り当てています。ここではクラスター C2 に属しているデータを青色で表しています。次、ステップ4としまして、各クラスターに属するデータ点の平均値を計算し、新しいクラスター中心 CJ に設定するということですが、今 C1に属しているデータは3つ、A、B、C ありますね。一方、C2 に属しているデータは D、E、F、J、H、I、G とあります。で、これらのそれぞれのクラスターに属しているデータの平均値を計算します。クラスター1に関しては A、B、C のデータの平均値を計算。そして、クラスター C には、それ以外のデータの平均値を計算します。そして、その平均値を新しい各クラスターの中心とするというのがステップ4に対応しています。それでは、演習問題3としまして、各クラスターに属するデータ点の平均値を計算し、新しいクラスター中心を設定してください。次、
次に問2としまして、新しいクラスター中心をグラフ上に書き、クラスター中心の移動について考察してください。先ほどの演習問題2の下にこの演習問題3を解いてください。また、ページが変わる場合は、必ず一番上にこれらの情報を記入してください。はい、引き続き、経平均法の手順を見ていきますが、ステップ5は、ステップ2からステップ4までの処理をクラスター中心が動かなくなるまで繰り返すということです。最初は、クラスターの中心、この赤い丸と青い丸は、学習データの中からランダムに選んだ点でした。C1=14、C2=44 だったわけです。で、これをそれぞれのクラスターに属するデータの平均値に移動しましたと。これはステップ4です。そうすると C1 は 1.7 と 3、C2 は5.3と 4.1 になったわけですね。そしてまた、この新しいクラスター中心とすべてのデータ点との距離を計算しまして、一番距離が小さいクラスターを選択し直します。そうすると、先ほど1反復目では、ここにある点は青いクラスター C2 に属していたんですが、新しいクラスター中心ではこの点は赤いクラスター、つまり C1 に属しています。したがって、また平均値をそれぞれのクラスターで計算すると値が変わりますので、またそれに合わせてクラスター中心を移動させます。新しいクラスター中心というのは、今度は C1 は2と2.75、C2 は5.7と4.5になってますね。それに合わせてクラスター中心を移動させたのがここになります。そしてまた、新しいクラスター中心と各データ点との距離を測って、そしてクラスターの選択をし直すと。しかし、そのクラスターの選択がもう変化しなくなると、そのクラスターごとの平均値っていうのも変化しなくなるので、もうクラスターは動かなくなります。で、この例では、もう4回目の時点で、クラスター中心を計算すると、クラスター中心自体がもう動いてない。つまり、3反復目のクラスター中心と値が変わらなかったので、ステップ5としてはここで終了をします。はい、次に、この経平均法の問題点について共有したいと思います。経平均法は初期値依存性という問題があります。経平均法は今まで説明した通り、非常にシンプルな方法です。そしてよく使われる方法です。しかしながら、気をつけなければならないところがありまして、それはこの初期値依存性というものです。初期値依存性というのは、最初にランダムに選択したクラスター中心によって得られる最終的なクラスターの結果が変わってしまうという問題です。例えば、先ほどとは違って、 C1 を32、C2 を26とランダムに選んだとしましょう。そうすると、経平均法のステップ1から4までを繰り返していくと、このような結果、2反復目で収束して、このような結果が得られます。つまり、左側にあるクラスターが大きくて、右側にあるクラスターが小さくなるという結果になっているのがわかります。これは明らかに、先ほどのクラスター中心を初期値として
14と44に設定したときと異なる結果になっています。先ほどは左側のクラスターと右側のクラスターというのは大きさはそこまで差はなかった。もちろん右側の方は少し青い方が大きいんですが、そこまで差はありませんでした。しかしながらこの違う初期値から始めるとこのように左側が大きくて右側が小さいというクラスターができます。まあ、このように初期値にクラスターの結果が依存してそして変わってしまうという問題があります。まあ、こういった特性がありますので、例えば初期値を何回か変えてクラスタリングを実行してみるとかそういったその対応が必要になります。はい、次、Python による実装例と実行例を紹介したいと思います。これまでの回帰分析や主成分分析と同じように、数値演算ライブラリのナンパイを用いると、K 平均法が簡単に実装できます。ここでは簡単にその手順の概要を説明していきますが、まず、ここでは、各学習データ点、の X ですね。この左側の X と、そして、クラスター中心の点 C との差を計算して、そして、ナンパイのスクエアという関数を用いて、事乗して、そして各、すべての要素を足すというのを、ナンパイのサムという関数を用いて実行しています。つまり、すべての学習データ点とクラスター中心の間の距離をこの1行で計算しています。次に、先ほど計算した距離、まあ、D というふうにここでは定義されていますが、その D の距離の中で、クラスターの方向に対して一番小さい値を持つインデックスをナンパイのアーグミンという関数を用いて計算しています。これによりクラスターの中心を、どっかに近い方を選ぶという処理を行っています。次に、各クラスターに属しているデータ点の平均をナンパイの mean という関数を用いて計算しています。それではこの Python のコードを用いた実行例を見ていきたいと思います。クラスター数が k=3 の場合の例です。まず、ステップ1としましては、ランダムに最初選ぶと、このような、風に分布しているデータに対して、ランダムに中心を、ここと、この紫と、この青と、丸い点を選ぶと、それぞれこういう形、赤色のと紫と青のクラスタリングが作られますが、それを今度、各クラスターに属しているデータ点の平均値に移動していくと、このように丸い点が移動していっているのがわかるかと思います。で、これを繰り返していくと収束して、最終的にはこういう結果になります。大体直感と合う、結果が得られているかと思います。大体こういうデータはこの辺の島とこの辺の島とこの辺の島という感じで、3つに分割することができるかと思いますのでその直感と合う結果が得られています。次クラスター数を4にした場合の結果です。初期の
クラスター中心はこのように、それぞれ丸い点が選ばれているわけなんですが、そこから平均値を計算してクラスター中心に移動するというのを繰り返していくと、何回か繰り返すとこういう結果が得られます。まあ、最初の初期のクラスタリングの結果というのは、この青色のクラスターが非常に大きくて、一方赤と紫が小さくてという偏ったクラスターのリングの結果になっていたわけなんですが、それを K 平均法のステップ2から4ですね、距離を計算して小さい距離をのクラスターを選ぶ、そしてクラスターに属しているデータで平均値を計算してクラスター中心を移動するというのを繰り返していくと、このような結果になります。で、この最終的な結果を見ると、確かにこう全データをこのような島に分割することができる。ただ3つ目のこのクラスターに関しては、1つでもまあ十分かもしれませんが、仮にクラスターを4にすると、それを半分ずつに分割しているという結果になっています。最後に課題を出して本日の講義を終わりにしたいと思います。課題は K 平均法を用いたクラスタリングです。初期のクラスタがこのように C1 イコール14、C2 イコール85と与えられていたとします。K 平均法を用いてクラスタリングを行い、最終的に得られたクラスター中心の座標を書きなさい。問いに、各クラスターに属するデータを列挙しなさい。問3、データ点とクラスター中心をグラフに書き、各クラスターに意味付けをしなさい。演習と課題の提出方法について説明します。まず演習レポートについてです。授業中に出題される演習問題に対する各自の回答を各自のノート用紙に書いてください。各ノート用紙の一番上には演習レポート、日時、視聴した場所、学籍番号、氏名を必ず書いてください。もし自宅でこの動画を視聴し、演習問題を解く場合は、このように、その場所がわかるように記載してください。また、大学の教室 A101 の机番号32番で視聴し、演習問題を解く場合は、このようにわかるように記載してください。ノート用紙1枚ずつをスマホなどで撮影し、授業の当日中に Moodle にて提出してください。次に課題レポートについてです。授業の最後に出題される課題問題に対する各自の回答を各自のノート用紙に書いてください。各ノート用紙の一番上に課題レポート、出題日、学籍番号、氏名を書いてください。ノート用紙を1枚ずつスマホなどで撮影し、次回の授業開始前までに Moodle にて提出してください。